道は広いんだ。世界の境界、君たちの力が分厚い壁に穴を開け、世界を変えるのだ。さあ、この光の柱こそが世界の礎だ。集え、よるべなき魂よ。良き終わりを、良き始まりへと続く。この辺りは昔チーマーの犯罪がひどかったな。チーマー？何それ。それも知らないのか。めんどくせえな。飼い主はどこ行ったんだろう。この状況だ。考えればわかるだろう。
写真に写っているのはこの場所だな。バッチリ撮れたな。こっちに来い。お前たちもこっちに来い。呪いの原因はこれだ。浄化しよう。呪いがなくなって写真も燃えたか。よし、やることは分かったな。アジトにはまだ写真が残っている。この調子で全部浄化していこうぜ。
ぞ。やるしかねえな。忌ましい奴らだぜ。
ライター持ってる？持ってない。線香でもあげるの？いや、タバコ吸いてんだ。乗客が自分一人だけになるとは、存在しない駅に着くっていう噂があるんだ。都市伝説とかそういう話？ああ、でも本当のことなんだ。俺は友達と二人で地下鉄に乗っていたんだ。俺が降りて、そいつは一人になった。それやり、帰ってこないんだ、そいつ。あいつがどうなったか、ずっと心残りなんだ。存在しない駅か。気になる話だね。そうだな。まずは地下鉄の駅に行ってみるか。俺が降りなきゃあいつは一人にならなかった。俺のせいであいつは帰ってこれなくなったんだ。よし、また強くなったな。
開いた。世界の境界は失われつつある。君たちが世界を変えるのだ。さあ、この光の柱こそが世界の礎だ。集え、よるべなき魂よ。良き終わりは良き始まりへと続く黎明なのだ。
そのサービスはいらない。終わったか。さっさと行くぞ。なんだこりゃ。
安心ってとこだな。
これで乗客は一人だな。絶対そういう意味じゃないけどね。おっと、お迎えが来たみたいだな。じゃないのはわかるね。
汚れがあるな。ここに情念が溜まっている証拠だ。浄化してやろう。落ち着いて、大丈夫だから。 あんたら、早く逃げろ。殺されるぞ。何かいるってことだな。あの化け物を何とかしないと永遠に帰れないんだ。そいつはどこにいるんだ。駅だ、駅の。
応僕らは一人ってこと。落ち着いて。何かいる。どこにいる。駅だ。
なんだ、電車が出るのかな。やれやれ、無事人たちも帰ってきたみたいだね。趣がありそうなもんだが、あの駅じゃダメだな。なんかその一人旅、昔の映画って感じがする。俺は昔の人間なんだよ。なんか文句あるか。まだまだいそうだな。
友達が帰ってきたんだよ。あいつの顔を見たら胸の疲れが降りたよ。刺してやるよ。
だから邪魔してやろうぜ。友達がやってきたぞ。だったぞ。なんだこりゃ。信心深いな。こういう時だからね。残りの写真が箱にあるはずだ。それも片付けろ。結構あるな。 KK は宿題をサボるタイプだろう。そうだ、よく分かったな。まあね。
習得できそうだな。なんだ？
無駄遣いするなよ。分かってるよ。再開発で建て替えられたビルがあるだろう。今は地上階しかないけど、知ってるか？改装前は地下街があったんだ。そういえば有名な都市伝説があったね。確か赤い服を着た女の化け物が出るとか。その地下街に降りる階段があるらしいんだよ。夜中にビルの通路を一人で歩いてると、普段は見たこともない階段があって、そこから降りた者は誰一人帰ってこれない。友達が興味本位で調べに行って帰ってこないんだ。おお、調べてみるか。行くの？ただの噂だよ。汚れっていうのは元は人の情念だ。有名ならそれだけ多くの強い情念が集まっている。それがたまりにたまって汚れちまうこともある。見たこともない階段があれば、それは赤い服の女の居場所なんだ。普段は見えないだけで、どこかに地下街へ降りる階段があるかもしれん。ちょっと待て。この辺で何か気配を感じる。ここだ。こんなところに妖怪？こいつが入り口を隠してたのか。女の声。あ、なんだ。これで進むしかなくなったわけだ。そう考えればポジティブになれるね。ここは赤い服の女が支配する空間だ。あの女さえ倒せれば、もしかしたら。
の女の服はなんで赤いか知ってるか。あれは帰り道に染まったんだよ。これって歓迎されてるのかな。どうだろうな。なんであの時こんなところに来て。お次は赤い服の女探しだな。あんまり楽しいイベントじゃないね。
女の声あ、なんだ。これで進むしかなくなったわけだ。そう考えればポジティブになれるね。歓迎されてるのかな。どうだろうな。どこかで俺たちを見てるのか。他を探すぞ。ただ噂じゃなかったのか。生きて帰れないってのは。された奴らも浮かばれるだろう。女が消えてあの地下街も消えちまったか。思った通り、噂があの場所を生み出したみたいだな。そんなことあるんだね。悪い噂ってのは強い負の力を持ちやすい。それが汚れになるんだよ。悪い噂ほど人が好むってのも原因の一つだがな。
あの女を倒してくれたおかげで自由になれたよ。地道にやるしかねえな。女の服を赤く染めた血もこれで浮かばれるよ。いいの当てろよ。どうだろう。本日正午ごろ発生した事故の影響で運転を見合わせております。いっちょやるか。現在消防による救助活動が行われており、運転再開の見通しは立っていません。お客様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ない。何が来たかな。いいの当てろよ。本線は本日正午ごろ発生した人身事故の影響で運転を見合わせております。現在消防による救助活動が行われており、何が当たったんだ。お客様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。どうだろう。お客様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何が出るかな。いいの当てろよ。これは当たりか。繰り返しお客様にご案内いたします。本線は本よし。どうだろう。何が当たったんだ。大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。繰り返しお客様にご案内いたします。本線は本日正午ごろ発生した事故の影響で、一丁やるか。どうだろう。大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。繰り返しお客様にご案内いたします。本線は本日正午ごろ発生した事故の影響で運転を見合わせております。
何が当たったんだ。現在警察消防による救助活動が行われており、運転再開に見通しは立っておりません。お客様には大変ご迷惑をおかけしても今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。繰り返しお客様にご案内いたします。よし。現在、警察、消防による救助活動が行われており、運転再開の見通しは。何が出るかな。お客様、何が来たかな。ご迷惑をますよう、よし。繰り返し、どうだろう。何が来たかな。現在警察消防による救助活動が行われており、一丁やるか。お客様には今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。何が出るかな。繰り返しお客様にご案内いたします。よし。これは当たりか。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。繰り返しここはもう全部買っちまったな。ロッカーの中を調べよう。エリカが見つからなかった時のためにここに鍵とメモを置いたんだろう。リンコさんはこの部屋にも行ったのかな。必ず行くって書いてるからな。死んでも行くはずだ。エリカって誰なの？仲間だよ。敵合者の一人だ。俺たちと一緒に戦うはずだった。だがリンコはエリカを戦わせなかった。エリカにだって戦う理由があった。あいつはあの狂った男の娘だからな。
よし、また強くなったな。ゲットすんな。気を急がなきゃ。
渋谷でかくれんぼをさせちゃダメだ。渋谷で子供の行方不明事件が頻発してるんだ。みんなかくれんぼをしてる最中に忽然と姿を消してしまったらしい。神隠しか。汚れが原因で何かが起こっているかな。みんな無事に帰ってくるといいんだが。誰かの思念がある。あいつ、転送装置を使って移動しているのか。霊になっても消えないわけだ。リンコのやつ、死んだ後もエリカを探していたんだ。神隠しに関係していると思うのか。もしかしたら被害者かもしれない。悪くない考えだ。神隠しの正体を探ってみるか。かくれんぼ、僕たちの勝ちだね。こんなに楽しかったの久しぶり。僕、陽介っていうの。また遊んでね。神隠しとは関係なかったみたいだね。ただ遊んで欲しかっただけか。やれやれ。
神隠しはなかったのかい？やっぱりただの噂か。連れ去られるぞ。そろそろとお友達がやってきたぞ。順調だ。
っちまったな。お前に知られたら俺も困るんだよ。そう。飼い主はどこ行ったんだろう。この状況だ。考えればわかるだろう。メモにあった団地はここだな。どこかにシートがあるはずだ。探してみる。
何道草を食っているんだ。急がないと奴の思う壺だぞ。霧の発生源はそこから南西の社だ。ああ悪かった。ところでエリカは見つかったのか。エリカ、いや今はそれどころじゃないからな。ともかく急げ。エリカ、何かを教えようとしているみたいだ。さてどっちを信じる。俺は決まってるぜ。なんか様子がおかしいね。何かあるはずだ。調べよう。ずいぶん買いだめしてるな。二人で猫を飼っていたみたいだね。リンコ、いや、もう一人いる。こいつ、病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。
の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあもう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。なんだ。消えた。どこかにいるはずだ。探すぞ。ヘマをしたな。せめてここで取り返すわ。急いで。あそこ。リコ、俺はお前を許していないぞ。私も許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことはできるはずよ。ああそうかもな。お前次第だぜ。少しそいつを抑えておけ。リンコさんは返してもらうぞ。外に出られた。リンコがいない。探すんだ。
っき見た公園と似てる。おい、残留思念があるぞ。終わったか。さっさと行くぞ。
行けそうだ。リンクを切り離して逃げたか。リンコさんは？よかった。無事のようだな。はい。僕たちは大丈夫です。リンコさんの方は？問題ないわ。本当に問題ないのか？目は覚めたよ。それに取り込まれたけど、ただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。何か覚悟のあるかな。大丈夫だ。この姿のいいところは、肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。あとは二人に任せるわ。場所が分かった鳥居を浄化していくぞ。Thank you.